目まぐるしく進化する生成 AI。 しかしどうやって使っていいのかわからないのも事実なのではないでしょうか。生成 AI から的確な回答を得たい場合、いくつかのキーワードを入力する必要があります。そこで夏に一般公開されたガイザーでは、ユーザーの使用する目的ごとにテンプレートを用意。そのテンプレートに沿ってテキストを打ち込むことで、より的確な回答を得られるようにしました。さらに2021年9月までの学習データをもとに生成するチャット GPT に対し、ガイザーは最新のリアルタイム情報を反映。 Bing、Google 両方と好みの検索エンジンを選ぶことができ、学習機能も搭載。使用すればするほどユーザーに合わせた独自の生成結果を導き出します。しかも利用者が入力した情報はその利用者側のネットワークだけに制限。個人情報や機密情報などの安全性がさらに向上しました。